生でダラダラ音楽バラエティー浜ミュー、今回もやってまいりましたよ。ビストロベリー記念すべき第4回目です。俺の力は全員が高すぎやですけどね。ありがとうございます。さあ、このまま僕がお世話になっている方、これからお世話になろうとする方ですね、そんな人にお料理というですね、まあ、餌を与えて、いい具合にしたいなというそんな番組でございます。ちなみに今日ですね、なんかスタート前にプレゼントいただきまして、ね、このビストロベリーのトレードマークでもありますダイソーで100円のエプロン、ね、まあ、これじゃあまりにもかわいそうだろうということでですね、なんと今日エプロンの差し入れをいただきました。ありがとうございます。おっぱい食わねえかって書いてるね。おっぱい食わねえかエプロン。ふざけんな、俺そういうの大嫌いなんだ。ちくしょう。そうそうそう、ね、ワーオが上手にできるとその日はね、綺麗な裏声が出るよ。開けとけばよかった、またにしよう。結局しないのか。さあ、そのわけでございまして、まあ、開けながらね。すいません、結局浜田さんのあれです、すいません、そう、そうです、今日のゲストでございます。今日のゲストはですね、僕の地元豊川、そして豊橋のダンススクール界の大ボスです。ドラクエで言ったらこうね、ボスを倒した後にこう指導が出てくるみたいな、そんな感じの大ボスでございます。はい、というわけでございまして、自己紹介をお願いいたします。 OK、はじめましての方、はじめましての方いますか。あ、あ、すげえ、お、浜松の、分かってる人が来てる、はい、ありがとうございます。はい、豊川市の、はい、ダンススクール、あ、ボーカル&ダンススクール TC スプラウトアクターズファクトリーの坂本と申します。はい、勝代さんです。はい、代表です。はい、勝代さんです。はい、TC スプラウトっていうね、もうあの、もう何年ぐらいやってるんですか。ですね、2005年、ちょっと定かじゃないですけど、2005年からスタジオを始めたの。はい、2005年、はい、そんなんでしたっけ。いや、もっと前ですけど、ね、もっと前からあるけど、いわゆるこう TC スプラウトアクターズファクトリー的な形を成してきたのが、そうですね、そうです、そうです、はい、そうです。そうですよね、だって僕まだあの大学生かな、ね、そうそうそう、スターじゃない頃からね、スターじゃない頃っていうのもいけないですけど、生まれながらのスターですけど俺は。いわゆる今みたいに羽も全く巻いておらず、はい、ストロベリーやってたかな、やってないんじゃないかな、大学やってないですよ ね、 ね、やってない頃に初めて会って、うん、もうね、そうだ、すげえんすよ。何がすげえ、大正2005年だろうってね、そういうつくもいらない。そう、何、もうすでに有名人が在籍してたんでしょ、あの時いましたね。ね、はい、そうです、そうです。どうしてどうしてっても変ですけど、まあ、まずは、うん、ダンスの指導とか、はいはい、そういうのを、始めとして、はい、でも私が、うん、もう2歳の頃から、うん、舞台とか2歳で舞台やってたの。そう、出てて、話する前にあれだよね、料理のオーダーもらってなかったんですよね。あ、はい、そっか、はい、じゃあこれ振ってオーダー餃子って言ってください。はい、あ、え言わすのか、あれスタミナ料理だよね。スタミナ料理って言ってください。はい、はい、鳴らしてから、鳴らしてからオーダースタミナ料理イナーリッシュ、ね、グダグダ、はい、どんだけ緩くやってんだって話だよね。はい、はい、ね、まあ、はい、そうです、そうです、スタミナ料理っていうことでございまして、ちょっと話腰折っちゃいますけども、うん、はい、はい、僕風邪をね、引きそうな時とか、はい、引いた時って、はい、餃子がめちゃくちゃ食べなくなるんですよ。あ、だからって俺風邪引いてるわけじゃないですよ、ね、だから餃子、スタミナ料理っていうと俺は餃子のイメージがあるので、なるほど、はい、私何かなと思って、そうなんですよ、いろいろ考えた結果今日はね、餃子にさせていただきました。はい、ありがとうございます。ちなみに一般的な餃子のね、作り方、これもう読むのめんどくさいから画面にこうやってくる、
それダメだね。ちゃんと読みます。はい、読んでください。豚ひき肉 300g、キャベツ、ニラ、ね、キャベツ 150g、ニラ2分の1束、白ネギ2本、ニンニク 15g、生姜 15g、ね、このキャベツ、ニラ、白ネギ、ニンニク、生姜はみじん切りにしちゃいます。で、酒大さじ1杯、醤油大さじ1杯、ガラスープの素大さじ1杯、塩少々、ごま油大さじ1つ、胡椒少々という形になっています。で、ちなみにこれね、豚肉以外の食材をすべて混ぜてよく混ざったところで豚肉を入れて粘り気が出るようにすると種がね、いい具合に混ざる。で、できたものがここにある。本格的だね。ちゃんとしてますよ。本当に本格的だ、ね、この辻パッドも、あ、辻パッド、ね、はい、もう本当にメニューのクックパッドぐらいすげえいろんなのね。これこうやってフリックすると新しい紙が置ける。なるほど。iPad 全く使ってないフリックと言わない。本当ですね、はい、で、はい、まあ、こう混ぜました、はい、で今ねフライパン温め中でございまして、はい、ちゃんとこうお手伝いですね、はい、まあ、焼くところと包むところをちょっとお見せしようかしらと思うわけですけども、うん、そうで、まあ作りながらいろいろ話を聞きます。で、はい、2歳から舞台。そうです、すごいね。そんな方だったんですね。あの家庭環境が、うん、舞台俳優の、うん、あ、落ちた。あ、大丈夫、はい舞台俳優の家族の中で、うん、あの家庭環境がそういう環境であって、旅芸人一座の娘とかそういうわけじゃないよね。友達ができた頃に必ず引っ越しみたいなあ、そういうことじゃないですけど、うん、本当に本格的にあの水戸黄門とか父親とか出てましたもん。マジで？マジで。俺なんかあの学生で見て肛門とか言うのねやろうとしたら先生に本気で怒られてやめろって言われたことある。なるほど。肛門に出てるってすごいじゃないですか。陰謀の役とかですか？いや違いますよ悪役ですね。悪役、立ち役っていうんですか？立ち役、はい、そういうのもやってる。え、でもさ、そうです、両親はそうでした。はい、そのまあ舞台一家ね、俳優一家なのに、はい、うん、その TC スプラウトっていうのはまあいわゆるダンスじゃない、はい、そうです。なんでそっちに行っちゃったの？まあいろ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 家庭を得て、東京のあの渡辺プロダクションってご存知ですか？鍋プロ、はいはい、あれの主催する、うん、のど自慢でグランプリをもらって、でちょっと自慢になっちゃいますけど、名古屋で近すぎた。いい？喋って。あ、どうぞ。はい。喋っててください。あのね、はい。ど真剣に包んでます。はい。はい。まず、名古屋でペプシのど自慢コンクールっていうのがあって、うん、それでのど自慢でグランプリをもらって、うん、でそこで鍋プロの、うん、東京音楽学院という、うん、スクールメイツ。すげえじゃん。はい。それ、あ、そうです。元スクールメイツなんです。すげえ。ジュリーのバックで踊ったりとかあったの？ジュリーはね、うん、そういう年代、郷ひろみさんとか、うん、西城秀樹さんとか、あの本当にあの慎吾さん系。今日は何、そのスクールメイツの衣装持ってない？持ってない、持ってない。勝代さん今いくつ？まだその言わせる？いや、スクールメイツの衣装ね、はい、ま、別の用途で使える年齢はまだもうちょっと先でしょ。だって全然先か。いやー、もう恥ずかしいですね。もう一回来ちゃった感じ？はい、スクールメイツあ、でもまだいけるかもね。いけるいける。そう、はい、そういうことです。で、まあそこで、うん、まあちょっと修行じゃないけど、ステージだったり、うん、そういうバックダンサーだったりやって、うん、まあいろいろまたそこから家庭がありまして、はい、で、結婚しまして、はい、それでもう引退しました。はい、すごいはしょったね今ね。はいうちの番組のことよく分かってる感じありがとうございます。はい、はい、まあでもさ、そうやってまあ舞台をやってるのは、まあダンススクールもそうなんだけど、うん、まあそのね、ひろこちゃんとか、あ、はい、そうですね、娘さん、はい、娘さんとかもやっぱこうすごくね、はい、活動、はい、やってましたね。はい、あとこういろんなアイドル、まあいわゆるこうモデルさんみたいな、ね、そうです、そうです、やってる人たちいるじゃない。ラブベリーだとかニコラとかのモデルの子もいますよ。だってそのね、豊川っていう街って言うと、どうしてもその豊川稲荷、はい、ね、はい、ずいぶん温まったね。フライパンを強みで熱くして、これでごま油をね、ちょっと失礼、あ、大丈夫です、はい、です。まあごま油を引きます。今だいぶいい具合に詰めるでしょ。本当だ、ボリュームかなりボリューミーだけどえい、
じゃーん。なるほど。そうで、まあもちろんね、その、うん、DC のね、はい、こともこういろいろ聞きたいとは思うんだけど、はい、やっぱこういわゆるダンススクールっていっぱいあるじゃない？あります。でね、その最近特に何十年前はさ、僕は本当にその DC スプラウトぐらいしか知らなかったんだけど、うん、あ本当ですか？いやいや本当に。へえ、ね、それは嬉しい。ダンススクールといえば的なぐらいの老舗なんですけど、うん、今ってもう本当に大小様々じゃないですか。本当にたくさんできました。はっきり言ってこう。いやいや、お前らダンススクール名乗るなよみたいなのもあるでしょそうですかね、お湯に会じゃん、スクールじゃねーだろみたいな、はっきり言っちゃっていいですよ、3つが。あー、本当にそうです ね言っちゃえばいいよね、浜松さん聞いてないよ、みんな言っちゃえばいいじゃん、大体のスクールはもうダメだよってね、はーい、いいのに、そういうの、あ、ほらほら、ね、みんな聞きたがってる、まあ、まあ、それ言いづらいよね、でもね、やっぱね、こういろいろスクールのつながりがあるから、はい、じゃあ、もうちょっと言いやすい質問しましょう、はい、はい、まあ、TC スプラウトって、まあ男の子ももちろんいるんだけど、やっぱり女子がね、うん、めっちゃ多くて強いですね。でしょ、はい、ほらスクールのね、いわゆる学校でも必須科目にね、はい、なったりしてるじゃない、はい、ダンスが、はい、習いに来る人とかもいっぱいいるでしょ。最近ちょっとうちは下火ですけど。いやいや、それいいですそれ言わなくていいです、下火とかなんていうか、やっぱり本格的なことを目指す子がちょくちょくやっぱり増えてきたので、まあ、ダンススクールだけではダメだという。いや、でもほら、アクターズファクトリーっていうね、うん、そうですそうです、名前がついてるから、はい、そのダンスだけじゃなくて、そうですね、いろいろやってるじゃない、歌も、そうすると、ほら、歌も、ね、踊りもやるし、はい、まあ、いわゆる芸、プチ芸能人もいるわけじゃない、はい、そうするとほらやっぱそういうのに群がる男子がいっぱい増えるわけでしょ。あー、いますよ、ね、もうはっきり言ってもうこれハラスメントじゃねえみたいないるのやっぱバンドの中で。あ、まあそこ、はい、そこそこ、置けなくなっちゃう、はい、まあ餃子をね、並べたら、うわ、すごいたくさん、普通 100cc なんですけど、今日は羽ね、やっぱ辻後輩といえば羽ですから、うん、羽根付き餃子にしたいので、水 100cc に片栗粉、ね、水分溶き片栗粉にしております。すごいたくさんある、入れすぎだね半分ぐらい落とすか、まあいいや、水餃子だ今日あ、そんな感じかな、そう、なんか 100g にしては多いなと思ったら、はい、うん、まあいい、最悪できたものがセブンイレブンに売ってますんで、はいはいはい、そう、だからその、うん、実際ね、はい、やっぱこう、どうだろう、生徒さんって高校生とか中学生とか、そうですね、はい、そうです、ファンの男の人ってそれよりも全然倍以上の、そうですね、男子でしょ、はい、もうそれこそ娘どころか、うん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 、これ以上だったら犯罪じゃないの的なね男子もいるでしょ。でも、すごいマナーがいいですよ、いいです。確かに DC ってすごいさ、挨拶とかできるじゃん、はい、もう俺はっきりこれで言っちゃっていいのかな、某トカシとね、はい、あ、まあ、女子高校生のね、あ、ある団体がいるんだけど、あ、全然挨拶しないの、市のグループのくせに、あー、ね、もうね、そこだけは、そうですね、一番最初に教えとくよって話だよね、そうですね、本当はお家で、今さらか、まあいいや、もうじゃあ時間今日いっぱいあるからいいよ、飛ぶまで待ってよ焼くだけだから、そうそう、ね、そう、本当は本来は挨拶程度はね、うん、やっぱり、ね、まあ親御さんディスケをするところなんだけど、もちろんね、その親御さんが、ね、うん、当然そういうのをね、うん、言うのが当然なんだけど、なんだけど今ってそういうの割とこう野放しって言うと変だけどさ、はい、ルイじゃないから大丈夫だよ、ちゃんとしてるのね、ルイはまだちゃんとしてる、まだちゃんとしてるから大丈夫ね、はい、情報公開広報室の略ですね。はまあ、今はっきり言う JK、JK、JK 広報室のあいつらだ。あいつら全く挨拶しねえからね。ああ、それがやっぱりね、今後困りますね。これ言って俺の好感度またダダ落ち、落ちるほどねえけどね、好感度ね。オラに好感度くれドラゴンボールみたいにやる。今でもスタジオの前には好感度のある人誰もいないので全く集まらない。ひどいね。すごいいろいろお手伝いしてくれてありがとうございます。本当にエプロンいただきました。で、はい、なんだっけ、うん、もうマナーはうちはやっぱり最初に基本で、ね、す。餃子がいい感じになってるね。そうですね。やりすぎ水。あ、大丈夫？
誰と喋ってんだって話だよね。いやでもまだすごいできてるし、うん、そういうところにやっぱこうね、ちゃんとした人は集まるよね、うん、あ、そうですね。でも、はい、やっぱこうアイドルグループもいますいるわけじゃないですか。はい、います、います、まあ、物販とかでチェキとかやりますよ。あ、やります。チェキってどう、最高何枚ぐらい売れたりするの？何枚、1枚ぐらい売れてるんですか？そうですね、まあ時間に限りとかがねやっぱりあるので。最高でこんなに売れたとかあるの？いやまだまだです。まだまだ、まだまだね。え、うん、まだまだ。ビジュアル系の人とかさ、アイドルの子って控え室で、うん、もうなんかすげえ適当にこうやってチェキ10枚ぐらい取って、その日取れたてとか言って売ってるんだよね、うんうん、あすげえよね。だってたかだか何十円でしょ、フィルムって。言う、うん、あ、そうなるか。どうする？まあ、そうですね、細かく、ね、それで500円になるわけだもんね。俺なんか頑張って CD 売って500円とチェキ1枚売って500円だったらチェキ売りたいよね。ねえ、いや、俺おらんよ、だって売れんもん。売れんもん、チェキとかも恥ずかしくて。いや、そんなことないですよ、もうめっちゃ決め顔とかするけどさ。ねえ、まあでもチェキ売ったりとかさ、うん、チェキ売ったり、まあ撮影会もやったり。そういうの聞きたい。撮影会ってさ、はい、もちろん撮影する方がお金払って参加するわけでしょ？はい、そうです。それなんかその歩合制とかあるの？そのアイドルの子で、うん、その例えば1時間半の枠に7人ぐらいの定員だとして、はい、何人以上埋まったらバックいくら？そんなにね、長時間やったことなくって、あ、まあうちの場合は、ね、あ、そ、あ、そんなことない。10分、おしまいみたいな。まあ10分ぐらいで、うん、全員メンバー、うんうん、で、1000円でやってます。1000円、はい、全メンバーを、はい、とりあえずまだまだそこまでじゃないんで、そうやってメンバーも。ごめんなさい、この人で親指さしてるけどさ、本当にすごい人なんだよ。というか、もうテオカーでは知らない人以外みんな知ってるぐらい。いや、だってね、毎月、アイショットテオカーの某、うん、アミューズメントスポットでさ、はい、はいはいはい、コロナパフォーマンスやってるじゃん。そうですね、はい。もうね、いつもあそこ行くたびに羨ましいと思って見てるもんね。そうですか。いやいやいや、ありがたい話で。豊川ですよ、僕、僕地元で一番ライブしてない。まあ豊川市ではね、結構やってはいましたけど、いい具合に水飛んできた。もうちょっとだな、これ。あ、水餃子っぽいね。ね、ライブライブ、はい、大丈夫大丈夫、多分あと2、3分したら嫌でも食べないといけないしかないか。あ、はい、でもすごい、焼くだけって楽だね。いつもなんかヒーヒー言いながらやってたけど。あ、おしゃべりができますよね。素晴らしい、はい、いやいや、でもそのね、まあ、これから、うん、まだまだこれからとか言うけど、うんうん、でもそうは言ってもほら、その地元で行くとね、はい、某田原市の、あ、そうです、ご当地アイドル。そう、今日 CD は持ってきました。あ、本当？まあ、こういう感じで。踏んで何か割っとけばいいよ。そうそうそう、はい、ね、はい。いや、でもさ、その昔から思ってたの、結構すごいでかいところとか、うん、大きな話が来るんだけど、うん、それってやっぱりあれですか、勝代さんが枕営業とかしてる？そんなことあるわけないじゃないですか。やっぱりこう、実力ですか？それとも昔からやってた。あ、そうですね、そうですね、それもあるし、やっぱそこから始まってるかな。でもね、そういう権力のある人大好きっす。ありがとうございます。言うけど、はい、長いものには巻かれたいもん。はいはいはい、やっぱそういう地道なね、その勝代さんがちっちゃい頃からやってた積み重ねもあり、はい、でね、その世代その世代でやっぱこう有名な子たちがポンポン出てるから、うん、はい、そういうのコンスタントやるってすごいですよね。そうですよね。なあ、まあ気がついたらこういう感じで、うん、なあ、まあだけどあんまりこうこだわら、うん、細かいことをこうこだわらずに。じゃあやっぱこうこだわらないから脱税とかやっちゃうから。そんな、そういう、そういうのはこだわった方がいいよね。そうですね。あ、すいません、すいません。はい。いやいや、でもほら、やっぱそんだけね、いろんなところで手広くやってたら、はい、うん、やっぱもう勝代さんもうお金が余ってしょうがないでしょ。いやいやいや、もう、 もう全然全然、もうなかなかね、難しいですよね。いや、もう芸事、経費が、芸事はね、うん、確かにそのもちろん入ってくるものもあるけど、はい、手も多いし、はい、そのほら、さっきも言っていろんな大小のね、はい、スクールが今乱立してる、はい、そうですね。でそういった本当にちゃんとしたパフォーマンスをするところが、うん、あの正規のお金をいただけずに、ね、はい、いわゆるこうちょっとやってみたいだけの人たちがもう、うん、いいっすよ、ただでいいっすよとか言っちゃうから、うん、仕事が食い潰されてるっていうのが現状だもんね。 あると思います ね、 ね。だからあの皆さんに言っとく、お金ある人はちゃんと出してください。あの、ここの中の人にはもらうかね。
もらう側、うん、いっぱいよろしくお願いしますはい、下世話な話しかしてないみたいな、好感度が下がる下がる下がる、まあ下がることねえけどね、うん、さあ、はい、そろそろ出来上がったんじゃない、あ、お煮えてる煮えてるんですね、煮えてる煮えてる煮えてます、煮えてる煮えてる、今日ね、実はね、うん、餃子私2回目なんだ、ほんと？なんかスタミナ不足なのか、うん、大丈夫、俺もね、今日で3日目昨日、一昨日餃子、なるほど、まだまだだね、まだまだだけど、はい、でももう食わんとダメだって感じだもんね、うん、そうそう、うん、はい、そうでもない、もうちょっと大丈夫、まあ大丈夫です、勝山さんすごいね、はい、世の中上手に渡ってきた人なんで、たとえまずくてもうまいって言ってくれるの信じるこういうの政治力っていうんですよね、うん、はい、いやせっかくじゃなのでね、もう 2,3 分じゃあ餃子ができるまで、はい、うん、もう勝代さん一押しの、もうせっかく持ってきたから、ね、そうです ね、 ね、はい、何しようこんな告知することを普段ね、自分のことすら告知してないですから、そうなんですよね、うん、じゃあ大事なことだけ言わずにえいやそうそうそう、はい、えこれふた ふた開けと開けといた方が、あ、誰かくせはいはいはい、ミコニャ、あ、違う、ミコスター、そう、コウヘイくんも、そう、うちはね、でも公認じゃないので、あ、でもほら、豊川っつうことは、じゃあ俺にも曲の依頼が来るかもしれない、もうぜひ本当お願いしたいところで、じゃあもう妨害な額をはい、まあ、ミコスタというのが今頑張ってます、はい、すごい、地元豊川、そうですね、つい最近、うん、アイドルナンバーワンコンテスト行けなかったんですけど、行けなかった、行けなかったんです、まあ先に言っておきますけど、でも、まあ、でも地道に、はい、頑張ってます、素晴らしい、豊川といえば豊川稲荷ですからね、そうですね、ミコさん、そう、でもみんな私は豊川稲荷であんまミコとか見たことないでしょ、行ったことないか、みんな、まあ普通巫女じゃないもんね、そう、豊川稲荷お寺だから巫女がいないんだよ、巫女じゃないもんね、巫女がいない、売り場にちょっとそれっぽい格好のね、うん、そうですね、巫女がいないっす、はい、お前とか言ってもこうはぁまさべんってこういうね、こういうなんかやらないやらないね、お子さんがね、すげえいい低音でお経を読んでくる、そうです、はい、それからこれは、うん、ダンスオンリーのダンス、そう、ダンスユニット、はい、レイマーズと言います、レイマーズ、はい、明日、うん、毎週金曜日なんですけど、はい、YouTube で配信してますので、はい、またよかったら見てください、はい、はい、じゃあちょっとそろそろ食べようか、はい、じゃあちょっと席遠いけど、あ、はい、あ、立った方が、あ、立ち食いいいですか、立ち食いでも大丈夫ですか、はい、直食いでもいいですか直食い、あ、せっかくマイクスタンドあるし、はい、ちょっとあれだね、ライブが続いて羽が乾いてない感じ、うん、ウェッティな羽の俺餃子、はい、これ誰なんで、ぜひ、え、もういただいて、行っちゃってください、もうほんと、もうちょっとすると羽がカリカリで美味しくなるんですね、ちょうどお腹空いた頃なんで、あっ、忘れてた、俺熱いのダメだったんだ、せーの、うん、うん、でもそんな嘘嫌いじゃない、どうありがとう、あ、本当に美味しいよ、まだね、完全に水分飛んでないであれですけど、うん、そのもちもち感がね、あ、いいですね、逆に美味しい、あ、はい、俺やべえね、美味しいです、今日はもう食べて終わろう満足していただけました、ごちそうさまです、はい、もうちょっと待ってると多分もっと美味しくなるのでね、はい、それ見ていただければと、そうだね、で、せっかく勝代さんがいるんですけど、次回のゲストにもね、電話をしないといけないので、はい、じゃあ電話をしてる間、つながるまで、はい、じゃあ、PR、足らない PR をしちゃってください。こういうのね、調べるときにどうしても何々さん、何々さんって言っちゃうんだよね、年齢的に。はい、では、いきます。先ほどご紹介があった、田原市のご当地アイドル花をモチーフにしてます、あ、なんだっけ、あ、そう、ラ・花の民自分の子を忘れたのよ、なすみません、花の民 CD が1000円ですね、
よろしくお願いします。それから先ほど言いましたレイマーズと言います。これはダンスオンリーのリーネ、エリカ、ユイの3人グループです。This is Proudのステージを見に来ていただければ、あの彼女たちにも会うことができますよ。やばいぐらい繋がらんねちょっと LINE じゃなくて普通の電話もしてみよう。はい、いいラスト、もう一個、ミコスタと言います。これは愛知県豊川市発にしてますアイドルユニット、ミコスタと申します。キツネのお面とミコの衣装で、衣装をモチーフに活動しております。全国に向けて発信しています。どうぞよろしくお願いします。ゆいりん、りおりん、みゆりん、みなりんの4人グループです。よろしくお願いします。電話つながるまでの告知のはずだったのに。あ、そっか。大丈夫はい、大丈夫です。じゃあ、来週はゲストいません。そんなことないですね。来週はカットショーだもんね。大丈夫大丈夫、繋がらないかもしれないと言ってたので、出先だからね。次回来るのは作曲家兼レーベルプロデューサーという人がいます。へえ、ね、これもともとですね、ビジュアル系バンドの女型をやってた人が今ですね、アイドルのレーベルプロデューサーしてまして、へえ、超毒舌っす、ね、へえ、もうド下手くそっつってお、折り返しがあった。じゃあ出るのやめとくか。よっ、もしもーし。あー、どうもお疲れ様です。すいません、出れなくて。いえ、大丈夫ですよ。もうなんかレーベルプロデューサーっぽくもっと大変にしてください。何言ってたら連絡があったんですか。すいません。はい、というわけで、じゃあせっかくなのでオーダーだけ教えてください。すいません、今何て言いました。あ、オーダー、ちょっと待ってよ。もうね、スピーカーにしてるから、オーダーだけ教えてください。何ですか。ちょっと待ってよ。いや、あれ、もしもし。あ、ごめんなさい、オーダーだけお願いします。あ、リクエストのメニューだけ教えてください。はい、ホイコーローだそうですね。オーダーホイコーロー。じゃあぜひ12月の8日か、来てくれるかな。あ、いいと思うね。俺が言ってるから向こうが言ってる気にならない。はい、はい、どうもありがとうございます。今日のゲストは勝代さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。 だいぶ餃子がいい感じになってきた。すごい。あ、まだある。じゃあもう俺らの食べてる姿流しちゃう。よいしょ。今日はたまにはゆっくり。あ、いただきます。じゃあ今日は食べてる姿を見ながらお別れしましょういただきます。このメニューもあれしょ、またケイちゃんで限定で出るらしいからね。出ないかな。出る？出ない？出ないって。うん、じゃあ近くの王将に行ってください。あー、うめえ、バリバリ。うん、結論、水は多かったな。いや、でも美味しい。ありがとうございます。